そうか。真島を逮捕したか。わかった。あ、西島康子の捜索はもう手配済みだ。あとは例のファイルが今どこにあるか、それを探し出せ。あ、頼んだぞ。それじゃ。あなたのご協力で真島を逮捕することができましたよ。これで真島組の邪魔が入らない。感謝します。さあ、あとはあなたがどう決断するか、それだけです。数日前の上野清和会との抗争、それに5年前の100億事件、全てがあなた方によって仕組まれていたことだったとは、未だに信じられません。だがそれが真実です。もう迷ってる時間はありませんよ、六代目。私はね、堂島さん、極道組織というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。敗戦後、日本という国の復興を陰で支えてきたのは警察と極道です。それは間違いありません。我々警察は目に見える犯罪から一般人を守り、秩序を築いた。そして極道は目に見えない外敵を水際で叩き、この国を独立国家として成り立たせた。だからね、私は警察だけが正義だなどと言うつもりはありません。警察と極道は今の今まで常に表裏一体、共に同じ道を歩んできたのですから。だが時代は変わった。本来裏の顔であるはずのあなたたちは、組織が巨大化するにつれ本来の立場を忘れ、表の世界に出るようになった。金を稼ごうとする者も増えてきた。巨大な組織には金が必要だ。しかしそれでは何かとお互いに都合も悪い。だから私はそれを本来の形に修正したいだけなんです。あなたさえよければ、上野清和会は責任を持って潰します。公の力を使ってきれいにね。裏を取り仕切る組織はあまり多くない方がいい。その条件が荒いというわけですか。ええ、この荒いを新たに若頭に昇進させて、我々との窓口にしてほしい。組織の運営は荒いが取り仕切ります。あなたは六代目として東条会を守ることができる。どうでしょう、あなた方東条会としては本来敵であるはずの我々と手を組める。悪い話じゃないはずですが。上野は、上野清和会はどうするつもりなんですか。あの葛城という男がバカでないなら、おそらく彼らは彼らで動き出しているはずだ。私以外の警察上層部との取引の材料を確保するためにね。材料。
25年ぶりの再会だな、冴島。葛城。年は取ったが、その目は変わらないな。なんでお前がここにおるんや。話すのも面倒なくらいいろいろあってね。ま、あんたもいろいろ真島さんから聞かされただろう。お前の目的は何なんや。俺のこと拉致して何になるんや。まあ心配するな。すぐにあんたを殺そうってわけじゃない。あんたにはまだ生きていてもらうよ。どうせ殺すんやったら早やれ。この世にまどろっこしいことして時間使うぐらいやったらいっそ死んだ方がマシ。ほう、随分と潔いな。覚悟はできていると。当たり前じゃボケが。俺は死刑囚や。25年前のあの日、18人も殺した時から覚悟はできとる。18人殺したね。何がおかしいんじゃ。あんたは何にも知らなかったのか、あの25年前の事件。お前は誰一人殺してない。何言うとるんや。俺なんだよ、18人殺したのは。お前は誰一人殺すことすらできなかった。ただの間抜けだ。どういうことや。どういうことなんや、葛城。説明せ。まあそのことは後でゆっくり教えてやるよ。時間はたっぷりあるからな。何する気や。俺としたことがちょっと計画が狂ってしまってね。最初は警察とつるんでこの上に立ってるビルをいただくつもりだったんだが、予定を変更せざるを得なくなったんだよ。荒井って男のせいでね。荒井やと。荒井ってあの木戸の兄貴分。どういうことや。まあ事情はゆっくり話すとして、あんたとあんたの妹さんにはまた協力してもらうよ。妹やと。お前安子をどうするつもりや。おっと、まだそんな元気があるのか。安心しろ、あんたたちは今の俺たちの生命線だ。殺しはしないさ。あんたたちと例のファイル、それに有り余るほどの軍資金さえ手に入れれば宗像など用なしだ。どうだ、金の方は準備できたのか。ええ、スカイファイナンスの隠し金庫にあった現金1000億、無事強奪に成功しました。お前は。お久しぶりです、冴島さん。
やばい、誰か追いかけてきたみたいだ。ああ、一旦身を隠そう。どうやらすぐそばまでやってきてるな。ああ、上野の連中かもしれない。ここは俺らで食い止めるしかないだろうな。ああ。安子さん、あんたは先に行ってくれ。え、行くってどこに？この奥さ。奥？ああ、実はこの下水道、サイの河原って言われる場所につながってる。サイの河原？あんたも神室町に住んでたんなら聞いたことぐらいはあるだろう。あのホームレスのたまり場だった西公園の地下のことだよ。どうしてそこへ？数日前、そのサイの河原であんたの兄貴らしき人を見かけたって情報があってな。昔のホームレス仲間から聞いた。今ならまだ間に合うかもしれない。追っ手の連中は俺らが食い止めておく。だから早く。これはもしものことがあったら使ってくれ。もしもの時のためだからね。それじゃ、秋山さんも谷村さんも気をつけて。ああ、それじゃ。お前ら上野清和会のやつか、それとも宗形の使いのやつか。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何？あ、おっと、ダメだよ。これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る？なんだそりゃ。誘拐するじゃないの？それはお前らの方だろ。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。悪いが今は誰も信用できない。もし安子さんを追うって言うなら。話し合う余地はなさそうだな。ああ。説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。ふん、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぜ。覚悟はいいな。行くぞ。Yeah!
さあ、これで文句はないな。通させてもらうぜ。くそ、なんなんだ、こいつは。遅いんだよ、キリュウ。一体これどうなってんの？ヤスコさんは連れて行かれちまったよ。誰にだ？カツラギ、それに木戸ってやつに。は？くそ、どうなってんだよ。